しゃいませ。いらっしゃいませ。久しぶりの収録ですよ。はい、やっていきましょう。だいぶ休んだんでね。休みましたね。はい、試合が終わって、はい、1週間ぐらいか。ちょうど1週間ですね。ちょうど1週間ですね。北方大地のおでこは、割れたはずなんだけど、はい。シッとね。修復してるね、すごく。そうなんですよ。これが、格闘家の回復力です。はい。ほとんど僕、最初なんかもう、頭割られたこと気づかなかったんですけど、うんうんうん。だいぶ塞がったんですか？一週間ですよ。そうっすよ。だからもう抜歯もしましたし、はい。もう、だからもう、完全回復ですよ。正面。めちゃくちゃ元気ですよ、だから。まあなんか、SNS とかで大丈夫みたいな、怪我大丈夫みたいな、コメントいただいてるんですけど、はい、もう完全回復してるんで、うん、はい、うん。完全に大丈夫です。戻りました。通常運転です、だから、ここからもう、はい。はい。なので、行きたいと思います。はい、もうね、3月収録しなかったから、はい。溜まってますよ。ですよね。ごめんなさい、ジェイさん。ベラトールハワイ大会。うんうんうん。うん、ハワイでやるの好きよね。なんかね、気に入ってますね、ベラトールね。気に入ってるね、うん。で、そこに日本人が出るんですけど、はい、そうですね、渡辺香菜選手、お出ます。ほうほうほう、日本の女子の、はい、ね、スターですよね。そうですね、だから、どういったんですか、北米メジャーで、一応最も高いランクに今いるんですよね。うんうんうん、そうですね、はい、もうランキング4位とか3位とか、そんなもんですね。ね、はい、なので、この大会に勝つと、もういよいよタイトルマッチがこう視野に入ってくるというすごいですよね。大一番です。それは応援しなあかんですね。はい。ということでね、応援していきたいんですけど、はい。じゃあ、そうだな。それに絡めて、うん。リズ・カムーシュ。あ、カムーシュチャンピオン。チャンピオン。タイトルマッチがまずあるんですよ。あ、すごいっすね、カムーシュも。そうです。すごいコンスタントにタイトルマッチありますね。はい。だから、まず、これなんだ294が先ですかですね。294のメインイベントが、リズカムーシュのタイトルマッチ。で、翌日かな、うんうん、そうですね。渡辺選手が試合があるということで、はい、タイトルマッチの勝敗予想からいきます。そうですね。じゃあ、日にち順に。はい。はい。うん。で、まずリズカムーシュですよね、チャンピオン。もうこの前も試合一緒に見ましたけど、はい、まずかっこいい。かっこいいですね。ねえ。タトゥーと、筋肉量の感じ。はい、で、負けん気が強くて。で、やっぱアグレッシブやし、この前は、ベラスケスやったかな、ね、一回戦って、うん、で、そういう相手に、今度完封して、はい、うん。でも、パンチも思いっきり振るし、組み技もしっかり攻めるし、はい、まあ、穴のない感じがすごいあって、だから絶対チャンピオンに。そうね、絶対王者感、うん、王者、女王感が。女王感。すごいですね。すごいですよね。はい、なんか、かっこいいなっていうのが本当にリズカムーシュの印象ですよね。対戦相手のベネットは、まあ、女子 MMA ファイターによくあるグラップラーかなっていう感覚ですよね。でも、あれですよね。UFC インビクター、キャリアがすごい、ちゃんとしてる、ね。ちゃんとしてるですね。タイトルマッチにふさわしいチャレンジャーで、一回やってるんですよね。そうっす。で、その時やっぱ結構ね、リズカムーシュをね、組み伏せるシーンがあったんですよね。はい、だからまあ、それにほんとふさわしい組み技のスキルを持ってはる選手やし、まあとにかくいつも言うんですけど、女子の MMA ファイターってこの階級とかって言ったら、もう日本人男子ファイター顔負けの風格、体格。そうですね。まず根本的にそこがいつも言うけどすごい。根本的にすごいです。ぶっちゃけ、大地さん同じ階級じゃないですか。あ、そうなの ?57 キロの。あ、はいはいはい。うん。これだって、リズカムーシュくらいのクオリティの、うん、北米メジャーチャンピオンと、うんうんうん、男子フライ級の、うん、大地さんみたいな人が練習すると、うん、どうなんですか？どうなると思います？わかんない。でも、条件はもう割と似てるよね。そうそう、だからまあ身長、体重一緒なわけで。うん、そうそう。多分なんやったら、ナチュラルウェイとあっちの方が上ですからね。ああ多分ね。そうか。そうかうん、僕の場合はちっちゃいフライ級やから、うん。うん。で、どうなると思います？ジェイさん。パンチの踏み込みのスピードは大地さんの方が速いと思う。めっちゃ細かい。めっちゃ細かい。面白い。面白い、面白い。うん。どっちかっていうと、
まっすぐ系のパンチ、うんうん、ですよね。そうですね、うん。しっかりと伸ばしてね。しっかり伸ばして。しかも前進しながらね。いい分析だね、これ。うん、面白い、面白い。大地さんと戦うとしたら面白いかもしれない、うん、これ。みんなが、どうなるんだろうって本当に思ってる部分かもしれないですよね。うん、ただ、うん、わかんない。まあそういう意味では、その、瞬発力、筋出力が、どうしても男性と女性とは違うっていうのが、一つ、ポイントです。だからまあそういう意味では、スピードですよね。瞬発的なパワーと。スピード大地くん勝ってると思うよ、多分。うん、まあ、たださっきも言ったみたいに、そうね、ナチュラルウェイトっていうか、だってもちろん身長はもう5センチ、彼女の方が、168センチです、うん。だから大地さんが163だから、はい、大きいですよ、普通に。骨格的な、で、ポイントは彼女が勝ってると。はい。うん。いや、どうなんだ。まあ、じゃあ、簡単なこと言いますよ、はい。みんなが想像しやすいこと言いますよ。はい、まあ、僕、フライ級で言うと、まあ、じゃあ、ざっくりね、日本の国内フライ級だと、僕がまあ、トップ10くらいだとするじゃないですか。うん、ランキング10以内に入ってる選手だとするじゃないですか。フェザーライトの、国内の、プロ男子。うん。ランキング外の選手だったら、僕の方が強いですよ、余裕で。あ、そういうことね。うん、県外の選手と。そう。だからサイズが、僕よりも大きくても、まあ言ったら、フェザーとかライトってなったら、もう3、4階級大きくなるんで、はい、でも、やっぱり、ランキング上位のフライ級ファイターの方が、そら、当然強いですと。うん、僕が、大きいやつを、バチン当ててからテイクダウンして、上からボコ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 殴ってるっていうのが現実なんで、うん、まあ、練習とかでそういう、もう、あの、感じがあるし。うん、っていうのを、じゃ参考にしてもらって。じゃあ、日本の男子のフェザーライトの、前言ったら65キロ、70キロ、はい、オーバーの男の子が、57キロの女子の MMA ファイターだったら、うん、だったらなんか、男子の方が強そうに見えるじゃないですか。見える。サイズ的にどうしてもね、うん。うん。っていうのを、こう、想像してもらうと面白いかなと、うん。なんかさ、今後そういうことって起きないのかな、うん。うん、あ、混ぜるってこと？そう。なんか、ロシアとか、ああいうなんか、博打がすごいとこやってるでしょうね。うん、男子と女子とか、うん。同じ階級で合わせちゃって。うんうんうん。いや、でもね、いや、それは、男子がとにかくかわいそう。何が何でも別に、あ、そうか。勝って当たり前みたいな。いや、勝って当たり前っていうか、そもそも、グラップリング以外はできないです。そもそも仕分けない。殴れない？そもそも殴れないですよ。いや、人によってはね、いや、女しばけよってやつもおるかもしれんけど、はい、そもそも、なんか、対峙したくない、そもそも。これぶっちゃけ、どうなるんだろうってのは思うけど、うん、実際は見たくないと。うん。水カムーシュを大地さんが殴ってるの見て、俺なんか、行けって言って。いや、誰もみんなが悪いですよ。言えないよ。グラップリングマッチだったら見たい。そうそうそう、グラップリングだったらね、うん、あの、ダメージを必要以上に負わさずに、はい、うん、できるから。ちょっといかん。脱線がすごい、ね。脱線すごい。まあでもこれ、脱線メインもつつもん。そうですね、はい。この漫談な感じで、久々ですね。久々ですね、なんか。はい、ベネット選手は、リズにバックチョークで負けて、うん、そっから連勝して、もう一回タイトルマッチにたどり着いた人です。素晴らしい。ね、すごいね。うん。うん、まあ、気持ち強そうですもんね。はい。なんで、まあ、リズも、まあ、でも、あれですよね、北米行っても、やっぱそんなに、そのタイトルマッチに値するトップファイターってたくさんいるわけじゃないから、うんうんうん、連戦が多いですもんね、リズも。いや、すごいですよ。同じファイターと、うん。うん。この間はもうベラスケスが2回連続でしたもん。うん。まあ、やっぱりその、できることの数の多さと質の高さで、うん、まあもう、シンプルなこと言うと、うん、ベネットがね、しっかりと頑張って組みつきに来ると思うんですけど、はい、僕はしっかりと倒されたとしても、リカバリーして、うん。あの、アメリカの女子もそうですけど、やっぱ、組み技のスキルが高いですよね。そうですね。当然のように。本当に高いと思う。だからテイクダウンディフェンスも上手いし、うん、みんながみんなテイクダウンできるし、うん、まあ、そこの攻防をしっかりやりながら、でもやっぱりこう、リズの方がこう、試合巧者の感じがすごい強くて、うん、流れがあれやったら打撃も変えるし、うん、で、打撃も思いっきり打つし、ってなってくると、やっぱベレットへばっちゃうんじゃないかな、はい。全部に、全局面で対応するのは大変やと思うんで、うん、リズに対して、うん。まあそういう意味では、前回のようにチョークであったりとか、うん、パンチをまとめてフィニッシュとか、うん、まあリズは本当に打倒局全部でフィニッシュできるファイターなんで、はい、
あと最近のやっぱ気持ちの乗りを。そうですね。を考慮すると。そう、割ともうなんか、あの、年齢も結構いってるっすけど。うん。うん、なんかバリバリの感じっすもんね。いやもう今が一番脂乗ってるから、はい、あの、心身が共にね、いい状態で。はい、だからまあ絶対女王感出すんじゃないですか。今回もフィニッシュで勝って。でも逆に僕はその先ほど、あとてか後で話すんですけど、渡辺香菜選手が、その絶対女王にチャレンジするっていう縮図が、まあ日本としては燃えますよね。うん。間違いない。うん。まあだからそういう希望もあります。はい、今回はリズが完封して。うん、まあキャリア的にリズの方が綺麗ですもんね。うん。そうですね。だからなんか、その、マジで強い女王として待っててほしいとは僕も思います。うんうんうん、それを、そうね、渡辺選手が駆逐する。そう。はい。そういう縮図を見たい。見たいな。うん。うんっていう願いも込めて全然リズですよ。リズ亀州。はい。うん。わかりました。っていうのを受けて、うん、カナ渡辺。はい。うん。世界のカナ渡辺。行きますよ、ハワイに。はい。うん、堀口教授だけじゃないんですよ、ハワイで。そうだよ、マジで。ベラトールで戦ってるね。そう。日本人は。うん、どうなりますか？どうなりますかっていうか。まず、渡辺香菜選手の、この印象ですよね。うん、はい。まず、体がすごいじゃないですか。はい。超スーパーアスリートじゃないですか。そうですね。で、ビジュアルもいいと。うん。うん、もう、スターの要素しかないですもんね。はい。で、実際レコードも素晴らしいし。そうです。日本のトップ選手全員倒してますもんね。はい。うん、まあ、というかですね。リズ・カムーシュにだけ負けてます。あ、この絶対女王にだけ負けてるんですよね。はい、チャンピオンになる前ですね。本当に世界トップクラスの女子 MM ファイターのはもう実績が物語ってるので、もう応援したいポイントしかないんですよね。はい。でね、ライチさんね。はい。ライチさんこのライジン41の追い込みだったからさ、うん、言わなかったんだけど。はい、僕ね、僕 J さんね。うん。渡辺香菜さんとね、ちょっとね、メルトモみたいになってる。どういうこと？渡辺さん、ごめんなさい。え、元から知り合い？完全に今言い過ぎました。メルトモは言い過ぎた。メルトモはちょっと持ったけど。ちょっと古いしない、なんか、メルトモって言い方。なんか、違うの。YouTube アカウントのツイッター、YouTube のツイッターのアカウントあるじゃん。うん。なんか、ある日突然渡辺選手がフォローしてくれたの。あ、向こうか？向こうから。へぇー。じゃあ僕はさ、うん、自分からフォローしたらさ、大、う、地、ん、さんがやってるのか、僕がやってるのか、運営の人がやってるのか分かんないから、分かんないよね、あんまりそういう、なんだろう、こっちから積極的に繋がりにはいかないようにしてるの、ツイッターは。そうそうそう、個人的なアカウントじゃないから。うん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 、でも、フォローしていただいたから、うん、すぐさまフォローバックして、はい、で、その誰がやってるのか分かんないっていうのがキモいから、うんうんうん、もう行ったんですよ。うんうん、北方第一チャンネルの J です。ありがとうございます。それめっちゃありがたいんじゃないですか、僕からしたら。さあね、やばい返事来たからね。なんて？北方選手のチャンネル。うん。多分全話見てます。マジっすか？マジっすか？絶対この動画も見てる。嬉しいな。絶対見てる。マジで嬉しいな、うん。めっちゃいい人やん。もう好きっすよ。すぐ好きなんかもう好き。そう。で、ハワイ大会マジ頑張ってくださいって僕。うんうん。なんかね、じゃあ変だなと思って僕顔出ししてないじゃん僕。うん。で、向こうめっちゃ有名人じゃん。うん、顔出ししてる、うんうん。世界を股にかけて戦ってる人じゃん。うんうん。なんか僕のファンですとか言って、好きですとか言ってくれて。すごい。なんかね、なんで、顔も知らない俺に向かって、うん、こんなに温かいテキストを、すげえ夜中っすよ。あ、夜更かしなんや。深夜1時ぐらい、12時とか。そこは夜更かしさんなんや。夜更かしさんの。かなちゃん。かなちゃん夜更かしさん。かなちゃん早めに寝てよ。はい。もう、完全に押してますよ、僕たち。うん、まあもうそうですよ。もう押す理由しかないです。押す理由しかない。マジか、かなちゃん。うん、はい。そう。僕らの YouTube ファンやったんですね。そう。まあ、因果関係だけ言っときますと、北方大地のですね、うん、渡辺香菜選手、ファイターズフロー所属ですよね。うん。うん。これね、新龍誠選手の練習拠点なんですよね。あ、そうでしたね。そこのファイターズフローの代表の方が、今回セコンド入ってました。セコンド入ってました。うん、セコンド入ってました。だからわかんないよ。あれは。え？そういう。作戦だったかもしれない。マジで？うん。スパイとして。女スパイなの？
あったかもしれない。どうなんですか。まあ僕ら確かに男スパイ送られるよりかは女スパイ送られた方がイチコロやから。イチコロ。すぐ言う。作戦とかすぐ言う。すぐ言う。ジェイさん言ったんじゃないですか。言ってない。言ってない。ただ僕、あれです。しれーっと、出演オファーを出しましたよ。そうなの。出しましたよ。出しました。全然しれったよね。はい、うん、大地さんの許可もクソもない。うん、全然知らんかった。出てくれますから。からどうせ出てほしいって言うだろうなと思ったもん。ああ、それは一緒にやりたいですよ。うん。うん、待ってますよ。待ってますよ。待ってますよ。はい。その際は行きます、ちゃんと。あ、そうっすね。行きます、行きます。はい。さすがにね。なぜそんな、そんな。うん、世界のトップランカーにね。そうっすね。ちょっと濃いようなんて言えないもんだから。そうですね。はい。という渡辺選手です。はい。だから、ここから、ここまで分かりましたか？応援動画です、これは。ね。そうです。もうまんまですよ。見たまんまです。はい、応援してます、応援してます。柔道のね、はい、技キレッキレのね、うん、あの、ケンケン打ち股とかね、はい、うん、もう投げ技が、なんか上組がね、すごいですね、上で組んでも出るから。そうですね、やっぱり柔道からのテイクダウン強いですね。うん、で、何よりもその、北米の女子に負けない体格を持ってるので、うん、ちゃんと柔道の技が通用するというか、はい、潰されないですね、技を力で潰されてない。はい、それがね、可能性をすごい秘めてるんで。そうですね。多分、打撃もまだまだなんかこう、伸びしろしかないんで、うん、打撃に関しても。で、まあ、あの身体能力で考えたら、打撃のコツさえつかめば、パワーももちろん乗りますし、はい、うん。あの、女子、あっちで打ち負けないような、打撃も身につけれるんじゃないかなと思うので。はい、リズに負けて、うん、結構、35秒で、スタンドのパンチ連打みたいなので、はいはいはい、初めての黒星をベラトールに行って、はい、うん、辛かったよね。あれちょっと僕も痛くなかった。本当生で見てたんですけど、うん、しんどい負け方して、うん、で、だけど復帰戦をね、三角で綺麗にフィニッシュで勝って、うん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 、もう一回っていうとこなんで、うん、ね、その間にあるじゃないですか、タイトル戦線もね、うん、進めてリーグチャンピオンになって、ね、なんか、うん、なんていうのかな、このままタイトルマッチに駆け上がったらさ、うん、まあ、リベンジマッチにもなるじゃん。そうですね。うん。だから今、うん、僕だったら、どう、第3だったと、すごいモチベーションじゃない？いや、と思いますよ、うん。やっぱ負けた後もう一発やるっていう人のモチベーションはすごいですよ。うん。しかもだって、35秒で自分を負かしたやつに、もう一回やるっていうのは、波じゃないですよね。そのマインド自体が、うん。で、やるって思ってるってことは、勝てるって思ってるわけなんで、自信もあるやろうし、その自信を裏付ける努力もされてるでしょうし、うん、楽しみでしかないですよ。ここで止まってられないですよね。そうです。対戦相手、イリマ・レイ・マクファーレン。まあ、この方もグラップラーですよね。うん、サブミッションが上手なのかなって感じで。なんか、スタンドのレスリングの展開は、やっぱ、カナ選手がスペシャルな柔道技があるんですけど、グラップリングにおいては腕の関節技とか、そういった系統は似てるんじゃないかなと。うんうんうん、ただでも、その渡辺選手の方がトップ、キープ。抑え込みベースからのサブミッションアタック。に対して、やっぱ向こうの相手の方がこう、柔術ベース的な違いがあるので、なんかその時点でもう若干、スイープされない限りは、相性的に渡辺選手有利ですよ。まずそもそも論が。なんか僕ら、ごめんなさい、正直に言うけど、ベラトール女子のランカーまで、その、詳細に追いかけられてるわけじゃないんですけど、うん、大地さん、これすごいことが書いてある。何を聞いたの？ハワイ出身やん。なんと、関西弁を、姉さん、ネタで関西弁使うのやめてって、今のめちゃくちゃ悪やるよ。いやいや、関西、関西じゃない、関西出身じゃないじゃん。ホノルル出身だよ。うん。だから、地元なのよ、この辺。うんうん。凱旋試合だ。うん。だから、まあ、対戦相手のマクファーレン選手も、うん。相当楽しみで、気合入ってるでしょうね。はい。だから、元チャンピオンですね。うん。ベラトル女子フライ級本チャンピオンで。あ、そっかそっか。そう。で、今3位なんですよ。うん。まあ、今日間違いないですよね。で、地元と。めっちゃ条件揃ってるね。ハワイのスターを、うん、今、発掘したいタイミングなんでしょうね。うん。うん、ハワイって MMA 盛んっすもんね。もともと。まあ、民族的にね。もともと盛んっす、やっぱ、うん。うん。民族的にね、やっぱりね。はい、だからそういう意味で、
今ね、ハワイ、推してるハワイの。ね。ベラトールからしても、多分、やっぱベラトールの人間からしたら、渡辺選手よりかは、ね、このマクファーレン選手に勝ってほしいという、こう、思いは若干あるでしょうから、だからこそちょっと面白いですね。そうはさせねえぞと。こっちだって背負ってるものがあるんだよっていうね、展開。お互い負けれない？負けれないな、これは。ね、そういう意地が見せ合い、見せ合いが見れるんじゃないかな。めっちゃ過去防衛してるよ。ベラスケスに、うんうんうん。負けてタイトルを失ってる。ベラスケス選手も強いですもんね。うん、で、防衛が1回、2回、3回、4回防衛してる。いやー、すごいすごい。それはすごいっすね。うん。グラップラーとグラップラーが戦うと、ストライキング合戦になる説ってあるじゃないですか。まあ、実際よくある構図だと思うんですけど、どういう感じになるのかな、もしかして。だからやっぱ、そういう意味では、グラウンドになるんですけど、うん、上が渡辺選手、まあ、下がマクファーレン選手。うん、で、マクファーレン選手はやっぱ下からのスイープと、まあ、サブミッションアタックを狙うに対して、今回は、そういう意味ではね、やっぱまあ、じゃあさっき言った新龍誠選手が近くにいるってことで、しっかりパウンドを削っていこうという頭はあるんじゃないかな。うん。カナ選手のフィジカルとか、抑え込みのスキルを持ってしたら、パウンド肘は、使える武器だと思うので、そうですね。うん、そこでこう勝機を見出そうという展開になるんじゃないかなと。だから基本グラウンド多めの、うん、だからスタンドにはあんまならないんじゃない。うん、でも最初の立ちの展開が結構でも重要じゃない。ああ。でもじゃあなんていうの、ウィークポイントだと思われてる絶対に。うーん。リズ選手とやった時の試合とか向こうとか見てるでしょ。うん。まあでもそういう意味ではリズのスタンドって特殊じゃないですか。あんなにパワフルで、女子にはない特攻タイプですからね、うんうんうん。あんなにパワフルで連打打つやつって見たことないですもん。ねえ、もうだからクリスサイボーグのちょっとしたぐらいのねえ感じなので、そこはあんま参考にしてないじゃないですか。うん、じゃあ逆にそのマクファーレンがそれができるかって言ったら絶対できないんで。うん、いや、じゃあマクファーレンは、うん、グラップリングサブミッション合戦で、うん、勝てるって思ってるのかな。うん、いやでもそのちょっとまた話戻るんですけど、でも渡辺選手の今までのパンチの被弾の反応の仕方を見ると、これだったら私のパンチでもひよるんじゃないかと思ってる可能性は高いですね。でしょ、僕が言いたいのそれ。そうそう。だからって言って、うん、スタンドで攻め切ろうとは思ってないと思う。うん。うん。なんかそこまでのストライカーマインドではない。うん。まあ、そっか。でもこのクラスの北米のトップバイターって、うん、1点突破型の人ってあんまいないじゃない。うんうんうん、結局全部できるから、まあまあそう。総合的に勝ってやるよっていうふうに、うん、まあ思ってるんだろうな。うん。もしかしたら判定じゃないかもしれないね。打撃をコツコツ当てて嫌がって大振りだったところをテイクしてサブミッションとかね、うん。意外とこうやっぱ、この作戦を練って、コーチだったりだとかが練ってくる可能性もない、あるかもしれんから、その展開を読むのも面白いですね。うん。マクファーレンにとってもこれに勝ってもう一回タイトルマッチっていうの、あ、そうです、考えれば、うん、絶対落とせないから、そう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 、割となんか手堅い試合するかもしれない、うん、でもその渡辺選手の柔道スローをどういうディフェンスしてくるのかなって、正味ね、ほぼほぼ仕掛けたら決まると思うんですよ、うん、あの柔道スローは、うん、みんな分かってるけど倒されるもんね。そうそうそう、やっぱね、柔道の技ってね、すごい打ち込み量なんで、うん、技の精度が高いので。分かりました。あ、いいっすね。うん、楽しみだな。で、どちらの試合でも、なんかこう、語ることが多いと楽しいですよね。はい、なんで、ライジンランドマーク5が、なんか、ゴールデンウィークの、なんていうの、一番ピークの盛り上がりを見せてるんだけど、はい、一周前にありますから。これですね。すごい大会ですよ。ですよ。だベラトールがハワイで2日連続開催でやるっていう、このタイトルマッチ引き連れたり、うん、結構力の入れようもすごいね。そうですよね。うん。うん、これももちろん Unext で。Unext で。Unext さんすごいですよね。はいはい、UFC 見れます。はい、ベラトール見れます。うん、ライジンもペーパービューやってます、はい。やばいですよ、ね。やばい。Unext さんオファーください。なんか仕事ください。ね。もう盛り上がってきてる。うん。もうアベマと Unext の戦争がすごいと思う。だから。そうですね。コンテンツの取り合い。ねえ。うん。ありがたいことですわ。そうそうそう。だから僕ね、PFL だけダゾーンなのよ。あれやね。俺そのために入ってる。PFL、USC ファイトパスないの？あるじゃないですか。
ないのかな。あるわかんない。LFA じゃないそれ。ちょっともう多すぎてわかんない。PFL? ファイトボスあった？ないんかな。でも、あっちでないってなかなかない、なくないですか。逆にファイトパス入ってないっていう。そうか。うん。もうベラトールぐらいじゃないですか、賞味。あっちでないのって。うん。うん、日本語解説でみたいな。そこ、PFL? そこ。PFL? そう。西川選手とかさ、出るじゃん。あ、そうなんや。じゃあやりますよ、解説。暇だし。当分暇だし、うん。え、どうなの今の解説の。僕、その、別に解説を聞こうと思って見てないから、はい、無音でも見れちゃう人なんですけど、今、いや、まあ、気持ちとしては盛り上がるよね。いや、みんなが一番好きな解説者って誰なんですか？僕は、それは、僕は分かってる。誰？要するに、視聴する人の、うん、MMA に対する教養のレベルによって解説者誰が合うかっていうのは違うの。まあ、そう。そうなの、うん。だから、例えばですよ、はい、サッカーの技術的な解説なんか欲しくないんだと。うん、盛り上がりたいんだと、うん。応援したい、とにかく。うん。松木安太郎とか最適ですよね、その。わかりやすいもんね。イエーとか、おーとかって言ってる。うん、うん。そう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 。だから、それだったら、技術的な解説がないとは言わないですよ。うん。まあ、大沢健二さんタイプがそっち系ですよね。うん、うん、そうですね。そう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 。全部言ってくれるのが、まあ、青木真也選手とか。ああ、青木真也。水垣選手。そうそうそう。うん、水垣さんとかも割と冷静タイプの。ですね。うん。うん、UFC の中継はなんかそれを好むのかなとは思ってるんだけど。なんかね。そうそうそう。じゃない？ねえ、うん。川尻さんとか俺好きだけどな。ちょうど真ん中ぐらい。なんていうの？テクニカルな話題ってともするとちょっと面白くないじゃん、興味ない人にとっては、うんうん。伝えにくい。伝えにくいから、うん、やっぱ感情論もありつつ、テクニカルな話もちょうどよく混ざってるみたいな。うん。なるほどね。割って入りたいわー。その、まあでも現役プレイヤーやからちょっとやりにくい部分はあるんやけどね。大地さん、どうですかね。まずが関西の大会からやっていきたいんですよ。はいはいはい。ちょっと、オファーくださいよ。いいんですか。オファーくださいよ、暇なんで、はい。じゃあ、そういう意味ではさ、このチャンネルがさ、悪影響かもしれない。なんで？ああいうのってやっぱり、うん、どういったらいいのかな。誰が見てもちょうど落ち着くゾーンが一番いいよ、いいじゃん。うんうんうん。うん、このチャンネルって決してそうじゃない部分もあるじゃん。そうですね。うん、あ、で、来た方はやめとこうと。これを見て。いや、それは浅はかやな。そう。うん、それで判断するのは浅はかですね。そうそうそう。TPO ってのは分かりますから、もう大人なんで。いや、ですよね。僕、格闘技業界で相当話をできる男ですよ。合わせれるというか。そうそう。うん、ちゃんと場所を選んで、そうそうそう。発言しますよね。TPO できますから、ちゃんと。そうそうそう。世界中に配信されてるのに、うん、ね、そんな、ね、かなちゃんとか言わないから。言わない、言わない。言わない。うん。心の中では思ってる。思ってるよ。思ったけど言わないよ。言わない。ということで、はい、いかん、またもう長すぎるよ、今日サクサクやるって言ったじゃん。言ったね。30分も喋ってるよ。ということで、はい、締めますよ。はい。はい、ベラトール、ハワイ2大会にまたがる、女子フライ級についての漫談でした。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。